ミシェル・バウアーは、アメリカ合衆国の B 級映画女優、モデル、絶叫クイーン。カリフォルニア州モンテベロで生まれ、シミバレーで育った、ペントハウス市1981年7月号のベッド・オブ・ザ・マンスに選ばれる。また、1980年代の初めから半ばにかけ、様々な名前で、他の成人向け雑誌に数多く登場した。一方で、ピアスのお名義で、ポルノ映画、 愛の終焉、カフェフレッシュに出演。彼女は、この映画出演や他の X 指定映画のカバーを、飾れたことは嬉しかったと述べたが、セックスシーンは、ボディダブルであると力説した。バウアーは、ピアスのー名義で、ナイトドリームズ、エロモデル、アダルトセックス、ビザールピープルなど数本のポルノ映画に出演した。ペントハウス市のセンターホールド掲載は、プレイボーイチャンネル出演や、 フレッド・オーレン・レイ監督作品へのトライアウトを呼び込んだ。レイは彼女のオーディションを気に入り、髪を黒く染めてくれるなら起用しようと提案した。初の B 級映画出演は、ネフレーティスの秘宝で、その後の多数の B 級映画出演の発端であった。1980年代後半、バウアーは、ディネア・クイグリー、ブリンク・スティーブンスと共に最も有名な、 BQA が絶叫クイーンとなった。彼女の人生と経歴は、ジェイソン・ポール・コラム監督による2011年のドキュメンタリー映画、スクリーミング・イン・ハイ・ヒールズ・ザ・ライズ・アンド・フォール・オブ・ザ・スクリーム・クイーンへラのメインテーマの一つになっている。2020年の続編、スクリーミング・イン・ハイ・ヒールズ・ザ・リユニオンにも出演、主題ともなっている仲間の女優リネア・クイグリーや、 ブリンク・スティーブンスと再会した。バウアーは結婚後の性を芸名としてとして使用した。離婚後、元夫はその名前を映画出演の際に使用しないよう求める訴訟を起こした。彼女は女切り裂き教団、チェーンソー・クイーンで、二人目の夫の性を使ったミシェル・マクレラン名義で出演しようとしたが、マスコミの反対に遭い、最終的に最初の夫が了承したバウアーに戻った。 ありがとうございます。